人形使いはアメリカ合衆国の作家ロバート・エイ・ハインラインが書いた長編 SF 小説である。地球外から飛来した微生物によって人間を含む脊椎動物たちが操られるという侵略テーマを描いた作品である。2007年7月12日、休暇中だった秘密捜査官サムは緊急の招集を受けた。本部に行くと12時間余り前にアイオワ州、 クリンネル付近に宇宙から飛来した物体が着陸したという。地元テレビ局は第一報を伝えただけで沈黙し、調査に向かわせた6人の捜査官も1人だけが小さな生き物がと報告した後全員が音信不通だという。サムとオールドマン、そしてメアリーの3人は家族旅行を装って現地を訪れた。着陸したという円盤を見に行けば、 旧しらへのハリボテのようだった。警備の警官や案内人の男も、メアリがいくら性的魅力を振りまいても、何の感情の変化を示さない。テレビ局の責任者もメアリに興味を示さず、銃を発射しようとしたので、サムによって射殺された。だが、死体の背中が動いていて、そこには、長さ1フィート、高さ3インチほどのナめくじ状の生物がいた。 それを捕獲して本部に帰ったのだが、ナメクジは死んでいた。生きた標本を手に入れるため、サムは捜査官二人と共に再びテレビ局を訪れた。そこは、ナメクジが取り付いた猫背姿の人間で溢れていた。なんとか一匹のナメクジを手に入れ、本部に戻って研究者に渡したのだが、その標本が逃げ出して、サムに取り付いてしまった。ナメクジはマスターと呼ばれた。 マスターの意志のもとでサムは行動したが、記憶の一部は残っていた。はじめに、郊外の部屋を借りた。次に、アイオワ州に電報を打ち、マスターが入った容器を送ってもらう。そして理由をつけて、部屋に人間を誘い込み、背中にマスターを寄生させたのだ。サムは20人余りにマスターを寄生させた。やがてオールドマンがサムの居場所を突き止め、モルヒネを撃って捕まえた。 サムのマスターはチンパンジーの背中に移された。サムはナメクジの支配から生還した数少ない人間だった。今やオールドマンの部署では男は上半身は裸、女も下着のみという姿で行動している。マスターの正体を探るため再びサムに寄生させられた。尋問が始まりマスターの目的や生息場所が突き止められた。それらは土星の衛星タイタンから 人類を支配するために飛来したのだった。アイオワ以外にも着陸したことが分かった。オールドマンは大統領に進言し、規制されていた議員の背中にあるマスターを上院議会の場で囚人の目前に示すことができた。アメリカのナメクジに支配されていない地域では上半身ら大計画が発動された。背中が見えるように出していないものは容赦なく射殺された。 やがてナメクジ支配地域に対して逆噴射作戦が行われることになった。多数の兵員を忍び込ませ、マスターが取り付いた人間を一掃するのである。それに先立って、サムは現地の状況を調べるため、カンザス州に派遣された。そこでは上半身を出している人間は極めて少ない。都市に入ろうとする者には交通安全の視力検査と称して、 危機を覗かせている間にマスターを規制させている。着陸した円盤の数とその体積から計算されたマスターの数よりも規制されている人間の数がはるかに多い。マスターたちは市長や議員、社長や警察官だけでなく一般の市民たちも操っていた。そのことをオールドマンに警告しようとしたサムだったが通信手段がない中で逆噴射作戦の開始時間になった。 その作戦は人間側の乾杯だった。最初のうちは拠点要所を奪還したのだが、やがて助けを求める通信になりその後は沈黙してしまった。原因はマスターが分裂して増殖するためだった。最初に地球へ到着したマスターの数は今や何千倍、何万倍にも増えていて、アメリカ中部地域は完全に支配されていた。加えて、 マスターは2体が接触して、情報交換すること、犬や猫、象などにも寄生することも分かった。疲れ果てていたサムとメアリは、休暇を取ってから結婚して山小屋に閉じこもり、外部との接触を断って暮らした。そのうち猫に取り付いたマスターが、メアリにも寄生した。暖炉の火でマスターを殺したサムは、火けしたメアリと共に山小屋を後にした。 そして新しい行動が実践されていることを知る。それは日光浴計画で男女共に靴以外は最小限度の衣類しかつけられない。マスターたちが背中だけではなく腰痛や指先の神経からも人間を支配できることが分かったのだ。だが冬が来る前にナめくじ撲滅を果たさなければ人類は終わりである。そんな時ミシシッピー州に新たな円盤が着陸し、 近くにいた軍隊によって捕獲された。サムたちが内部を調査すると、マスターが通常使っている、タイタン原産生物たちの死体と、人間たちが、冬眠状態で入れられているタンクがあった。その前でメアリは、過去のことを思い出していた。彼女は、近世居住地で、マスターに捕まり、十数年間もタンクに入れられていた。メアリは見た目は20代だが、 実際は40歳近いのだった。そして金星を支配しようとしたマスターたちは死にかえ、メアリーは生き延びた。金星にある何かの毒か病気で人間を殺す、より先にマスターを殺すものがないだろうか。催眠分析にかけられたメアリーの記憶から金星のフード病9日熱であることが突き止められた。マスターを寄生させた猿にこの病原体を注射すると、 猿の容体が重症化するよりもかなり前にマスターが死んだ。人類は犯行のための武器を手に入れたのだ。だがマスターが寄生した数千万人に一人ずつ病原体を注射することは不可能だ。そこで情報交換のためにマスター同士が接触する機会を利用し感染させることになった。病原体を持った200匹の猿にマスターが寄生させられ、 支配地域に秘密裏に放された。同時に多数の馬を使ってワクチンが作られる。数日後、正気に戻ったテレビ局からは次々に病気発生を伝える放送が流され始めた。そこでワクチンを持った兵員がマスターから解放された人々に注射する。サムとオールドマンもこの作戦に参加し注射して回った。そのうちオールドマンから助けを求める通信があり。 駆けつけたサムは殴られ気絶した。手足を縛られたサムは飛行車に乗せられ、操縦するオールドマンの背中には生き残った一匹のマスターがいた。サムは足先で噴射スイッチを押し、加速で座席に挟まれたマスターは潰された。4年後、マスターに支配された経験を持つ人々がタイタンへ相当戦に向かう準備をしていた。もちろんサムとメアリも参加する。 これは12年を要する旅になるのだが、人々の士気は高かった。そして宇宙船アベンジャー号は出発していった。ありがとうございます。